おはようございます、ゆきです。今日はミクラ TV の撮影に来ています。今日は初めてなので頑張りたいと思います。広い、めっちゃ。ちょっと意外かも。めっちゃ広い。広い。すごい。教室ちょっと見てほしいですよね。教室。すごい。ホワイトボードのとこに行った。高平ゆな先生今日の授業は何でしょうか。授業は何でしょう、何でしょう。好きな曲は、好きな教科はない。あ、ここか、ここか。噂の、え、広い。めっちゃ可愛い、ピンクが、めっちゃ可愛い。ここで、こう、すごい。すごい。すごい。こう、めっちゃ可愛い。これって塗ったりしたんですか。すごい、めっちゃ可愛い。すごい、クマ可愛い。感動してます。感動してます、ものすごく。本当だ。え、ここって登っていいんですか。全然いい。高いとこ全然平気なの。私は平気な時もあればダメな時もあります。ゆなちゃんは。すごい苦手。果敢に行くね。結構高いよ。YouTuber さんのイメージだけど、こういうところに企画のネタとか入ってそう。めっちゃ秘密基地みたい。ここからの眺め似合う。すごい。こっち側がちょっとガーリーのスタジオ で、こっちがなんかちょっと元気な感じの。ちょっとニコラハウスどうだった？なんか思ったよりはめっちゃ広くて。屋根裏部屋っていうんですかね。ロフトか。なんかロフトが結構なんか小さい時から夢っていうか、なんかめっちゃなんか秘密基地みたいな。映画とかの主人公が部屋にしているイメージがあるので憧れますね。この家に住みたい。で、住みたい。一緒に住んじゃう。住んじゃう。ニコラハウスで今日一日 YouTube 頑張りたいと思います。頑張ります。はい。すごい。見て。リボン無線さっき出てるけど。では、行きます。どのぐらいの大きさ切ればいいかわかんないけど。結構適当精神だから。大きくないこれ。大きいかな。入る。教えて、教えて。クッと。あ、クッと。クッてるんですよ。持ち方こう。まあ、いいんじゃない、手袋だし。気をつけてね。相当なことがなければ。なんで切るんだろう。だから入れ方、だからここじゃん。読みて、これで思いっきり力入れてね。くって前に、くって、分かった。もう一回分かった。ちょっと待って。大きいのだよ。行くじゃん。これはいけるかもしれない。オッケー。いい。そう。なんかたこ焼きってその丸い部分で作るイメージがあると思うんですけど、結構この周りの部分も重要で。できこんな作ってます。もう本当にしょっちゅう作ってる。あと、デミ、デキのとこに遊びに来る。遊びに結構こぼしちゃった、ごめんなさい。一日中焼くことになるよ。もう大満足です、はい。結構いる。やばくない？
強すぎました。ちょっとやばいと思う。やばいと思う。こんな感じでいいかな。え、待って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 。あ、取れたね。取れた？そうそう、そういう感じ。え、こういうのでも切っちゃっていいよ。OKOK。これでも、ちょ、丸めないで、これでそっか。そうそう。なるほど。なるほど。一気に全部巻いてしまうと、食べてる時にね、半分半分になっちゃう時があるので、ちゃんと中間でね、詰めるのが大事。あ、そうそうそう。大丈夫。チーズ、あ、これチーズだわ。ウィンナーチーズ。あ、でもチーズの味するかも。うん、ふんふん。たこ焼きが終わりました。終わりました。美味しかった、うん、よかったです。あ、センター分けにしちゃおうかな。かわいいな。でもね、ピーチェーここにね、ちょっと右膝がいるの。あんまり目立たないよね。目立たない。うん、目立ちますかね。うん、わかんない。じゃあ、センター分けにします。今日のメイクのこだわりは、今日はちょっとパープルなので、ちょっとパープルっぽいラメを付け出してみました。あとはなんか、なんだろうな、まあ、リップもちょっと濃いめで、っていう感じですかね。ゆなちゃんはどう？私なんだろうね。いつもなんかナチュラルメイクしかしないので、今日もナチュラルなんですけど、目の下にラメを入れてポイントにしました。せーの、せーの。やだー、すごい。めっちゃ口じゃない。いつもこの手かぶるやん。こっちもかぶる。かぶる。あった。やばい。黒くないじゃん全然。うん、私ね、見せて、いやいやいや。なんかさ、ちょっと、早く待つか。ね、お尻、桃みたい。で、ありがとうございます。とかこだわりの場所とかは私結構あんまりなくて、どこでもなんか、あ、こういうところで撮ったら全身見えるなとか、やっぱりなんか全身見えるところとか、しっかりお洋服と目立つところとかよく、やりますね。すごく今日楽しかったし、すごいニコラハウス広いなって思ったのが、
第一印象、第一印象でした。でも本当に今までニコラ TV をたくさん見ていたので実際に出れて嬉しかったです。ありがとうございました。なんかニコラ TV とか初めてだったのですごい緊張したんですけど、うまくだからって思います。なんかニコラハウスにもなんか来てみたいなって思ってたので来れてよかったです。はい、ありがとうございました。